どうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即可塾の限定動画 FX をご覧の皆様、3月21日朝6時の相場解説になります。これ東を見てるんですけども、もう言うまでもなくですね、言うまでもなく、この上昇が終わって、もう下の方に向かっていきましたね。全体的に右肩下がりなんで、ここがセカンダリートレンドだったってことがわかります。こんな感じですよね。転換してセカンダリートレンドで、またトレンドの方向に向かっていった。現在トレンドの方向ってのが、 下下げ圧力になってますので、前回みたいにね、上に行く部分っていうのはもうこの辺りで終わったよってことですよね。その前はまたね、こう下にあったっていうことですけども、この全体の流れを大きく捉えるのがすごく大事になってきます。今は下下げ圧力が強いですから、このまま円高方面に、円高方面にね、行くことだということですね。さらっと行きます4時間も。4時間も同じです。ね、これで右肩上がりっていう考え方はないと思いますんでね、こっちの方にどん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  進んでるところでございます。で、下ひげがこう出てますんで、ちょっとね、ブレーキをかけてるようにも見えるんですけども、まあでもそんなことお構いなしに、これからもどんどん、えっ、ー、と、右肩下がりが続くと思っていきましょう。ギャラクトレンドの途中です。はい、ロスカットを食らうまでギャラクトレンドに従っていきます。その時に、昨日なんですけども、ここで跳ね返ってですね、下に向かう時にネックラインをここに設定して、 ここを抜けたらセルで入るよっていったところがまんまと取れたと思いますそしてこの最高値までは取れなかったんですがこの辺りまではねおおね取れたんではないかなってことですそっから戻ってきて新しくまたね下落が始まるよっていったあの前回のオリガルヒの動画がありますけどもそっから本当に下落始まったでしょで今下落の途中ですから一つ目のポイントってのはここですよね昨日エントリーああ利確をしたところここを超えれるかどうかで私はここを超えたらセルで入るつもりです 金額にして131 110の付近ですそして初心者の方とかリスクを取りたくない方はこのネックラインを超えて抜けた時に入ったらいいと思いますよ金額にして130円をとっくに割ってですね130円の500あたりですよろしいですかね初心者の方はこの辺を目指してくださいで中級者の方はその途中この辺りのどこかであすいませんこの辺りのどこかで入ればいいんじゃないですかはいそれが今日の判断です ちなみに私はもうすでにセール入ってます、えー、あの何でも早く入りますねあのリスクをいとわないわけです私の場合はそれなりの資金量と精神力とそれからねトレード技術があるというふうに考えてますので多少のリスクは負って利益を負ってるような感じですよね、はいまあ、これは目、ね、は下げトレンドなんでロスカットを食らうまで私はねどん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 大胆にいこうかなと思います、はい、その他の皆さんは赤いところから入るのがいいと思いますよ 中級者のところ。もしくは、ここを抜けて入るのが一番リスクが少ないです。というところでね、130円の50 0あたり、500あたり、<laughs> 金額にしてね、130円の500あたりを下回った時に、セルで入れば、まあ一番ね、リスクは少ないです。もちろんリターンがね、最高値ってわけではないですけども、そんな感じで目安をつけていただければいいんじゃないですか。ただ今ね、131円の245あたりにいますんで、 こんなとこまでね、70ピップスも待ってらんないよって方のために、えっ、ー、と、このフェーズを用意してますんでね。で、ここのポイントも今お示ししましてね。131円の110。ここまであと40ピップスぐらい、この午前中にね、下がるようでしたら、それはもう入ればいいんじゃないですか。うん。はい。ということでございます。それではまた FX オリギラーの皆様には追加いたします。ね。なんか最近ね、またいいとこばっかり見せられてるんで、私もね、テンション上がりますね。多分私のトレード見ながら、 勝たれてる方多いんじゃないかなと思って。まあ喜びのメールも届いてますけどね。ただ私の相場解説を見なければ勝てないようじゃダメですよ。考え方をね、身につけてくださいね。あの、コピートレードみたいに私がやってるようにやったから勝てたみたいなんで何の意味もないですから。ただお金が増えただけですから。お金を増やすよりも、お金を増やす技術を積み上げてください。以上でございます。はい。じゃあお疲れ様です。また追加します。